文化放送ゃちゃ今朝のこの時間は鎌倉女子大学教授医師の木下博勝さんにお話を聞きます木下先生おはようございますおはようございます12月になりましたねあですね早いな,早いなでもね、えー、おかげさまで おはよう、テラちゃんのリスナーの方、クリニックにたくさんいらしていただいております。本当にありがたいです。え、何かね、体に変調が起きたら。いやいや、ありがたい。埼玉新都市ジャガークリーニング。ありがとうございます。でも、本当にそうなんですよね。年中無休。年中無休なんですよ。ですよね。わ、本当にいたんだって、よく言われます。本当にいたって。お化けじゃないんだからね。名前だけで本人はいなかったと思ってたと。よく言われるんですよね。もう、ますます感動でしょう。いや、すごく嬉しいですよ。うん。いや、寺さんの人気ってすごい。 私の人気じゃなくてこれ木下先生の人気だと思いますよ。今度またこっっっそり行てみよう <laughs> 誰もいいなかから <laughs> 恥ずかしですね恥ずかしいえさてえスマートフォンで聞く音楽やコンサート会場などの大音響によって世界の若者10億人以上が難聴になる恐れがあるという研究結果が先月15日の医学誌 BMJ グローバルヘルスに発表されました。 WHO= 世界保健機関のコンサルタントでサウスカロライナ医科大学の研究員ローレン・ディラード氏によると世界の12歳から34歳の若者のうち推定6億7000万から13億5000万人が 安全でない聞き方をしていてそのために聴覚を失う恐れがあるというんですね音量が大きすぎると耳の中のこの感覚の細胞とかあと構造に疲労が生まれてその状態が長く続くとダメージが向上化して難聴耳鳴りまたはその両方を引き起こしかねないというんですねまたそうした状態はヘッドフォンの使用のほかコンサートやバー、クラブ などに行くことによって生じるということなんです。木下先生、この研究結果はどういうふうにお考えでしょう。まあ、昔から実はこのタイプの難聴は確認されていたんですね。えええええー、最近の産経新聞の記事でも、ええ、まあ日本でも若い世代でこの傾向が強いっていうグラフを見たのを覚えております。はい。まあ、確かにですね。クラブですとか、コンサートに行った後っていうのは、はい、耳がキーンとしている経験ってありますよね。はい これ毎日そういうふうに耳を酷使しているのが危ないのでーー休ませる時間を作る、ええ、これも大事ですねはい。私が行ってるコンサートではね例えばさだまさしさんとかねならないですねならないです木川 <laughs> 清さんとかもならないならないですね、ええ、あ、そういうのもあるんだな ヘビーのねああいう系ですよね <laughs>、まあ、ロックコンサートはねと狭いところでね、まあ、まあそうですよね,ねあとはスピーカーでかいスピーカーの前だとか,かーー、ね、そういったとこでしょうね<ー>きっとねそっかひかわさん大丈夫なんだなええ大丈夫ですよ、えー、心地よく <laughs> あ基礎につけますからね <laughs>、まあ、そうですね、はい、さて痛風やリウマチ癌や外傷で起きる持続する強い痛みの原因となるタンパク質を特定したと和歌山県立医科大学と北海道大学兵庫医科大学 医学のチームが先月15日に発表しましたモルヒネなどの医療用の麻薬に代わる新たなこの薬の開発につながる可能性があるとしています木下先生医療用の麻薬に代わる新たな薬まこれがですね開発されると医療現場って何か変わることありますかそうですねこれ鎮痛剤として最強なのが、ええ、医療用の麻薬になります、はいええ、まあ、しかし医療用の麻薬はですね 脳の痛みが伝わる経路に作用して、まあ、効果が出るんですけど実はプラスアルファこれとは関係ないところにも作用して呼吸を抑制したりオートなどの副作用が出たり、まあ、加えて依存症のリスクが問題となるので、まあ、これらが一気に解決される可能性がありますね。それでは今朝のテーマに行きましょうこちら 冬に起こる体調不良冬バテ原因と対策はえ昨日から12月に入りましただいぶ寒くなってきましたね冬の時期に起こる体調不良冬バテと呼ばれているんです木下先生冬バテとこれ何なんでしょう、はい、実は えー、四季折々にバテってあるんですけれども、はい、このバテっていうのはもともとですね「果てる」が語源のようで口果てるとかね「すぐ果てる」ですねへとへとに疲れるとか精巧突き果てた状態を意味するようです。はいまあ、夏バテは有名なんですけれども 暑さに対して体が慣れなかったり暑さで疲れが溜まって取れなかったりまあ、様々な体の不調が起こる状態を意味するようです、はい、まあ冬バテは夏バテのように、ええ、寒さで起こる様々な体の不調を言うようですねあ,、はいあ、なるほど夏バテは暑さに はい。だけど冬場では寒さいですね。で,ねでちなみにこの秋場では聞いたことあるます。春場でもあるんですよ。春場でもあるんです、ね、<laughs> 四季全部あるんです、ね。春場であるんですよ。知らなかった。そうなんですよ。えー、これ冬場て改めて何が原因で起こるんでしょう。はい。冬場ては秋から冬に季節が変わる時にかけて起こることが多いようです。はい、まあ厳しい残暑から突然の冬日など。 寒暖差によって自律神経が乱れてさまざまな症状体調不良が現れます、はい、また室内でも暖房の効いた部屋から寒い風呂場への移動なども自律神経に影響を及ぼす可能性があります、はい、これ例えばどういう症状が冬バテなんでしょうかまあ繰り返しになりますが冬バテは自律神経の乱れから引き起こされますので自律神経失調症と似た症状が現れます。えーえー まあ具体的にはまあ、たくさんあるんですけど倦怠感、頭痛、肩こり、動悸、はい、めまい、不眠、食欲不振イライラ、気持ちが晴れない、はい、集中力低下、疲労、冷えなどなんですね、はい、まあ季節の変わり目に心身の不調を感じたときは、まあ、早めの受診 これが大事だと思います。そうですか。つい先日、私も肩こりが急に来てね。はい、はいはい、これもしかしたら冬バテだったんですかね。どうかな？どうでも <laughs> それだけではあんまりまだあげないですかねすかえー。これ冬バテ起こしやすい体質ってのはあるんですか？はい、冬バテは自律神経の乱れに大きく関係していますので、ええ、自律神経に影響する場合が問題となります。はい、まあ3つ紹介しますと、体温の調節にはまあ、自律神経。 これ交感神経と副交感神経の働きこれが不可欠なんですけれども、ええ、温度差が激しい場所やえ時期で生活していますと自律神経の調節がえより必要となるので、はい、冬場でしやすいと考えられます2、ええまあ、二つ目はストレスが強いとこのバランスを崩して交感神経の活動が更新しちゃうんですね、うん、でそのため体温調節能力が低下します<ー>、まあ、三つ目は 体温調節に筋肉というのは非常に大事なんですけれども筋肉量が減ると体温を上げることが難しくなるのでえ運動不足も冬バテの原因となります<ー>まあこのように温度差が激しい環境で生活している人ストレスが強い人 さらには運動不足の人は冬場ってしやすいと考えられますね、はい。冬バテにならないためにはどこを気をつければよろしいですか？はい、やっぱり冬場では一番は寒暖差が主な原因なので、ええ、自律神経の乱れを起こさないようにするには、まあ、季節の変わり目に体温を一定に保つ。はい それからこれ,、まあ、これが冬バテ対策で一番肝心なんですけど、また自律神経を整えるためにストレスをためない、はい、ストレスの解消法を見つける、それから適度な運動、冷たい食べ物を避けた食事など<え>まあ生活習慣を見直すことも大切です、ねははい、今朝は鎌倉女子大学教授、医師の木下弘一さんにお話を聞きままししした。た。木下先生ありがとうございました。